はいどうもこんばんは、ラムノットです。今回はこちらのゲーム、ダーウェイクアウェイクニングフロムザナイトメアというわけでですね、かなりビジュアル的に気になっているこちらのホラーゲームなのかな、アドベンチャーゲームなのかわかりませんけども、リトルナイトメア的なゲームと言えばいいのか、まあとりあえずビジュアルがすごいんでかなり期待しているゲームのデモ版が公開されたというわけで、今回はこちら遊んでいきたいと思います。いやもうね、これはね、アドベンチャー系のゲームで今一番期待してるタイトルかもしれない。早速やっていきましょう。今回の動画も良ければ高評価よろしくお願いします。初見さんよかったらチャンネル登録もしてみてください。ニューゲーム、マーロー、メアローレジデンス。なんかその住む場所ですね。手書きっぽいよね。わあすごいいい。買います。ナルウィン、ダルウィン、名前かな。あ、悪夢なんだ。これがナイトメア。まあ、めっちゃナイトメア。うわ、めっちゃいい。めっちゃいい。買います。決定しました。いや、まあまあ、買うのは分かってたんで、買います。もう動ける。これが主人公っぽい。謎の帽子。マッドハッターの帽子みたい。まだ動けない。お、動けそう。あ、めっちゃいい。ちょっとこれはね、フランボー以来の衝撃かもしれないよ、これは。めっちゃいい。あ、めっちゃいい。いや、環境音も素晴らしい。遊園地。まあ、夢の中だということを、覚えておいて。これジャンプでね。夢の中ということは、いろんなシンボルに、満ち溢れていることでしょう。謎のフレームの中に黒い影。この奥には行けたりはしないのかな？なんかこの黒いところはあれですね。足を持ってかれる。ブランコ。お風呂。なぜ悪夢から目を覚ませなくなってしまったのか。すごいドクロに。頭蓋骨だらけ。まあなんか気持ち悪いやつが覗いてる奥から。あいでで、嘘だろ。え、死ぬゲームなんだ。いきます。なんか他攻撃とかないよね。手前からも見てる。何これ、悪夢すぎる。わ、全部に意味があってほしい。うわぁ、片目が赤いなぁ。あ、しかもルーンっぽい。いやもうこれ完全にオーディンでしょとかね。何なんだろうね。なんか順番に押さないとダメっぽい。あ、でもレバーがあるわ。おぉ。かっこいい。めっちゃかっこいいけど、多分。あ、これ一発でいけちゃうやつ。なるほど、シンプル。まあ、チュートリアルだね、まだね。すーごいいい。これでこれは B。 すごい囚われてる。これやっぱみんなから見られてることがちょっとあれなのかな。ずっと見られてますけど、これ木の根っこがあるせいで進めないってことかな。ああ、なるほど、これ引っ張ってきて。ああ、なんかあの中にも、ああ、ちょっと待って、あれ攻撃されちゃうやつだから。あの中にもまた目の赤いやつがいますね。あとこの花何なんだろうね。これ帽子にもついてるけど。かわいい。かも、うん、ダメ、ぐっ、ぐっ、ぐっ、早く、早く、うわお。ちょっと頑張ってほしいな。いきます。全速力なのよ。ダメじゃん。まあ割と死ぬゲームなのかもしれない。急いで。あぶねー。すごい。なんか刺さりまくってる。剣？
裸デバネズミ、蜜かまど馬みたいな。いいなぁ。こういうゲームよ。こういうゲームがしたいのよ。わ、ちょっとこれ絵本欲しい。人面袋。面袋。あ、この袋は普通の顔してる。あ、面袋じゃないぞ。普通の袋だ。あ、面袋になった。この言葉では語られないやつね。泣いてる。あれは兄弟かな。よう、文字通り面袋。あ、ついてくる。あ、味方っぽい。これはあれかな、このクラッシュバンディクとかで出てくる身代わりになってくれるやつ。なんか名前ど忘れしちゃった。白生タタみたいな名前なんでしたっけ。ついこの間もクラッシュバンディクやったのに。あ、トランプだ。ちょっと待って、トランプの番号を覚えておかなくて大丈夫。おっと、これはいいのかな。なんかこれ、このまま行ったらここでザクンとやらですよね。泣きはしたんだ。あ、あ、ここっぽい。うん、違うの。なんかあそこね、すごい来る。ちょっと待って、ここ上登れる？登れます。なるほど、上に登らないとダメだったんだ。うわ、ベルゼバブっぽいな、このハエの感じといい。あ、来る。で、ここでうまく落ちるはず。思ってた倒し方とちゃうけども。おいでおいで。さあ、もうこれでやっつけたのかな。もうでもここ戻れないよね。これでいいんだろうか。行ってみよう。ダメです。また覗いてるな。ちょっとデザインが好みすぎてすごくいいです。セミの幼虫かな。何なの。当たります。こっからどっか別のところへ進めるみたいな感じじゃないのかな。このトランプ何か意味ありそうなんだけどな。戻れないもんね。この袋を何かしてくれないのかな。押していける？これ。あ、いける。なるほど、賢い。よし。いや、こんな悪夢見たらもう次の日大変だよ。あ、フクロウになれちゃうんだ。取れました。ちょっと待って、ネズミいっぱい。別に死にはしない。誰を探してるんだろう。何かいる。嫌な声が聞こえる。あ、なんかボス戦チックな部屋。上上がれちゃうんでしょ。あ、いるじゃん、ほら。アリ？クモ？絶対ダメなやつが。はいはい。あ、絶対、あ、ガか？ガなのかい？ちょっと、ガの眉っぽいけど。
怖っ。ちなみにこれは？あそこ底抜けそうだね。よし。よいしょ。んーどっこいしょ。そんな簡単に？お、光が差したけど。あ、出てきちゃう！もう飛べるんだ。あの上には行けない感じ？解放しちゃってよかったの？いや、こっから突撃してこない？これで袋で外出られるみたいな。そんなことはない。うん。ん？あ、でも外に出られる感じでもないんだ。ほな、どこへ行けばいいんだい。この穴の中。なるほど。あー、なるほど。はめなさい。任せなさい。ウィー。よいしょー。あ、ダメ。俺が行かないとダメ。ありがとう。なるほど。下へ降りろと。あ、これはなんか考察楽しそう。まあ、考察するだけで終わりそうな気もするけど。ネズミだ。終わり。いや、まあこれはね、完全にテックデモ的な感じなやつですけども、これはね、かなり期待です。短いデモ版でしたけど、十分よ。もう、これだけで購入することが決定するぐらいのデモでした。というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。よければ高評価よろしくお願いします。初見さんはよかったらチャンネル登録もしてみてください。それではまた、次回の動画で。